北京市と航空は中華人民共和国北京市に本拠を置く航空会社海南航空グループに属する2004年ビジネスジェットを運航する金鹿公務として設立された2006年北京市と国際空港を本拠地に金鹿航空として旅客定期便事業に参入した2010年4月2日旅客定期便部門を金鹿航空から 北京首都航空と解消して運航している。IATA コードの j ーは過去に日本エアシステムが利用していたものである。日本エアシステムの2レターコードはその前身である日本国内航空の英語名ジャパンドメスティックエラインズにちなんだものであるが北京首都航空の2レターコードは旧車名金鹿航空の金のピンイン、ジーンと鹿の英語表記である。 ディアーにちなむ採用であるも、両方とも、英語読みにちなむ、GD も使用中であった。禁止化公務は引き続き、海南航空グループのビジネスジェット運航部門として、継続している。エアバス A330 から2002019年12月現在、中華人民共和国韓国日本、モルディブイギリスポルトガルカナダ北マリアナ諸島、オーストラリア。ありがとうございます。